皆さんこんにちは、京平です。僕は今まで家族のビデオを撮ってきました、家族のビデオを作ってですね、投稿してきましたが、まあ、何か新しいビデオを作りたいっていう、思ってですね、思い切って英語の、ビデオを作ってみることにしました。なんでそんなね、その類のチャンネルってたくさんあるじゃないですかと思われる方いますよね。まあその通りで、たくさんあるんです。じゃあどうしてその動画を出すのよと、思われるかもしれませんけども、まあごもっともです。まあこれは本当に自己満足で、これを見る方の、まあ、うちね、一人でも多くの方がなるほどねと思っていただけるような、動画を作っていきたいと思っております。まあ動画作成というのは本当に初心者うまくないと思いますし、まあでも、英語を少しかじっていますので、まあ、そのかじった英語でもこうやって提供できたらなと思って、この動画を作ることにしました。まあ興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。というわけで、まあ、今日のねフレーズを言ってみましょうか。 It's up to you、 It's up to you っていう表現ですけども、まあ、君次第だよという感覚で覚えればいいと思います。例えばこんな感じで使います。 Which would you like to watch? John Wick or Equalizer? 映画ですよね。まあ、アクションが好きでどちらも、見たい、まあ、どっちでもいいよという時に友達に伝える時、まあ、こういう表現を使うといいと思うんですね。まあ、本当に気にしないからそういう表現 It's up to you っていうのも一つですけども、決めるのがめんどくさいってありますよね。自分が決めたことで人に何か言われたりするのって嫌じゃないですか。好きじゃなかったんだよって言われたら、じゃあ初めから決めなきゃよかったじゃん、なんでそんなことをお願いするのよって思いますよね。だからそういう時は、そういう風になる時、そういう風になるなってしまうぐらいなら初めからいやいやどっちでもいいよっていうね、 Either one is okay、Either one is okay っていう表現もありますけども、どちらでも使います。 It's up to you、 Either one is okay、 これ両方とも使えますよね。両方、まあ、ね、合体させて、ね、Either one is okay、 It's up to you でもいいし、 It's up to you、 Either one is okay っていう時も使えます。何でもいいんですけども、まあ、その2つが結構メインで使われると僕の経験では言えますけども、まあどうしても決めてって言われた場合は、僕の場合は Could we watch Blacklist?、まあ、映画じゃなくってテレビシリーズの Blacklist って映画、ドラマがあるんですけども、それ見てもいいっていう風に聞いちゃいますけどね。まあでも、まあそうじゃなかったらね、まあ相手に決めてもらうのが一番いいじゃないですか。無難ですよね。だからまあ It's up to you っていう風に言ってしまえばいいなと思います。友達と話をしとって Hey, you wanna go out tonight? って言われたとしましょう。今日外出しない？ It's up to you. I really don't mind staying at home and just chill、ね、っていう風に家でゆっくりするのもいいんじゃない？っていう言い方もできますよね。例えばアメリカでね、僕レンタカーを借りたことがあって、そのレンタカー借りた時に、まあスポーツカーが好きなので、まあ、チャレンジャーかチャージャー、ダッジっていうね、車、ダッジっていう車の会社のチャレンジャーとチャージャーっていう、まあ、スポーツカーがあって、そのスポーツカー、どちら借りたらいいですかってことを聞いたことがあります。店員さんに。ただ、その店員さんが、We have both of these cars, so it's up to you. You can choose Challenger or Charger.、ね、いや、どちらでもいいよって言われたことがあります。覚えましたか？It's up to you です。If you like my channel, hit that subscribe button, hit the like button, but it's up to you. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.